皆さんこんにちは、葵です。はーい、今日は私ロシアのサンクトペテルブルグというところに来ています。Day 3です。はい、ということでメイクをしながら準備をしながら動画を撮っていこうと思います。はい、ということでおはようございます。今は、朝起きてまだ5分くらいしか経っていなくてすごく眠たいです。時差ボケなのか、時差が6時間あります。ちょっとお気づきの方もいるかもしれないんですけど、若干この辺が腫れているのが分かりますか？今3つここに口内炎ができていて、今マックスに腫れています。だからすごく喋りにくい。でもこれよくあるんですよね。私よくここを噛んじゃう癖があって、てな感じでちょっと聞き取りづらいかもしれないんですが、あと朝で声が低いのと、あとまだあんまり寝ぼけていてあんまよく分かっていないというところがあるので、何を言ってるか分かんないかもしれないんですけれども、はい、ご了承ください。すいません。では早速始めていきます。この辺やばくない？ちょっとさ、朝起きたらすごい寝癖やって、今こう必死にブラッシングしたらちょっとうねうねがナチュラルウェーブみたいになったんやけど、髪の毛切ります。はい、ではまずスキンケアから。じゃじゃん、キールズの、エッセンスミストを使っていきます。やばい、ほんまにやば、まだ起きてない。はい、次クリーム UFC を塗っていきます。で、動画を撮ろうと思って、私ちょっと早起きしたんですけど、あんまりギリギリまで寝たいなと思って、あんまり余裕がないのよね。タイムリミットがあるので急がないといけないんですけど、なんか集合時間にはまだ全然余裕があるんやけど、朝ごはん食べたいからさ、朝ごはんの時間をって考えたらあんまりね余裕がないという。朝むくんでるのでリンバを流します。サンクトペテルブルグはすごい気候が変わりやすくて、なんか今ね ベストシーズンと言われていて、一応四季があるんですよ。結構寒いイメージがあったんですけど、ロシアって一応四季があって、今はそれの夏で、本当はすごく過ごしやすい時期みたいなんですけど、今日は大雨の予報だったんですけど、今はパラパラかなっていう感じです。曇ってます。ピカーンと晴れてほしいですけれども、なんかいろんな観光スポットを巡っているんですけれども、今日はどこに行くのかしらってな感じで、下地を塗っていきます。最近はこのラロッシュポゼとランコムのこの下地、UV エクスペルトーンアップローズにのどっちかを使っていることが多くて、ね、自然とトーンアップしてくれます。今日はじゃあこのランコムを使いたいと思います。この間ランコムさんの、撮影があって、ね、そのメイク撮影があったんですけど、その時にいただいてすごく良かったので最近使ってます。伸びがいい。あとね、ランコムの匂い、これに香りもすごく良くて、でほんのりピンクになっているのでトーンアップが自然とできますね。なんかさ、これランコムのその人が言っててんけど、ベストコスメにずっと選ばれてるみたいで、すごくいい。鏡、ボビーブラウン鏡。塗れました。ラロッシュポゼの方がでも伸びはいいかもしれへん。どっちかっていうと伸ばしたい感じの人はラロッシュポゼの方が少量では伸びますね。ただなんか血色がちょっと欲しい人はこのほんのりピンクが入っているこっちの方がおすすめかも。あと香りすごく好きです、これ。次はですね、ナーズのおなじみコンシーラーで隠していきます。いや本当にこのコンシーラーめっちゃいい。ポン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 と隠します。なんかさ、鏡でさ正面向いた時に普通に下唇ここ腫れてるもんな、痛いほんまに。でですね、今日はポール&ジョーではなく、このナーズのクッションファンデーションを使っていきたいと思います。ね、SPF が50のプラスプラスプラスが本当に好きですよね。いいですね。これなんか最近そのポール&ジョーも全然使ってるんですけど、やっぱこれはすごくしっとりタイプなので、最近スキンケアをしっかり頑張っているので、去年のなんか
時去年よりも水分量が多分上がってて、これだとちょっとしっとりしすぎてしまう場面が多いので、この最近はなんとなくクッションファンデーションを使っています。こう一回ちゃんちゃんって 薄くほんのり薄くだけ、これぐらいだけつけて、それを中心部からなんか優しく伸ばしていきます。これは乾燥もしないし、なんか本当にファンデーションっていうぐらいの薄付きでしっかり伸びて、重くなくてカバーもしてくれる感じがすごく好きで、なので水分量がしっかりあるなっていう時はポール&ジョーじゃなくてこっちで最近はうっすらカバーしてます。パウダーもライン使いしてあげた方がやっぱいいっていうのをメイクさんが言っていたので、最近はこのナーズを使っています。エレガンスのねパウダーもいいんですけど、最近はこっちが多いかも。密着度がすごい高くて、でもさ、パウダーを塗るとさ粉っぽくなるのがすごい嫌なんですけど、ナーズもそうだし、エレガンスも粉っぽくはならないのですごく好きです。これを顔全体に塗りました。はい、塗れました。眉毛描いていきます。この辺まではさほぼほぼあんまり工程がいつも変わらないのでちょっと申し訳ないんですが、いつも通りに描いていきます。なんか描いて、フーミーの N ブライトブラウンで描いていきます。じゃあ PT05 でちょっと形を整えて、はい、こんな感じかな。じゃあですね、あ、見てください、じゃじゃん、ホットビューラー買いましてん、あのね、私は買い印のやつ、あのね、ネットで買いました。あのね、買いに行かれへんって思って、今すぐ欲しかったからさ、ネットじゃなくてさずっと買いに行こうと思ってたけど、よく考えたらそんなに買いに行かれへん時間が、あの買いに行かれへんやったらさ別にさネットでいいなってなっちゃったっていう。だからホットビューラーの使い方が合っとんのか合ってないかはもう置いときましょう。はい、じゃあ今日はこのナーズを使っていきたい顔、バイバーす、こんにちは。これすっごいかわいいよ、すっごいかわいい。2回目、じゃじゃん、捨て色がなし、めっちゃかわいい。このさマットとさラメが入っているのはもうすごくいいよね。マットだけとかラメだけじゃなくてさ両方入ってると最高って感じで、しかもこの持ち運びにこのミニサイズが最高で、この薄い方をアイホール全体に塗っていきます。あんまりね、あの下地とかは変わらないんですけど、最近はアイシャドウたくさんあるのでいろいろ試してます。これは本当に捨て色がないかった。なんかさ前に出てたみたいで、これの大きいバージョンが、それがすごく人気だったみたいで、今回ミニバージョンが発売なのみたいです。はい、こんな感じでアイホール全体に1回塗りました。でこの真ん中のを二重幅よりちょっと広めぐらいまで塗ります。はい、つきそうな感じでしょ。私がそうなんです、好きなんですよ。ちょっと筆を変えてこの色を下まぶたに塗っていきます。で塗れたら最後にこの一番キラキラなやつ、これをちょっと目頭にちょんちょんってのせます。これはすごく発色がいいのと、あとね持ちがやっぱ違いますね。プチプラで同じ感じで発色ができても、やっぱね時間が経つとねちょっとよれてきちゃったり しちゃうんですけど、やっぱデパコスはそこがいいですね。メイク直しはあんまりしたくないので、てかあんまりしないので、リップ以外カバンちっちゃい方からさあんまり持ち歩かないようにしたいのよね。こんな感じで塗れました。で、おなじみのマックのスタボーンでインラインを、ちょっとはみ出ました。最近はアイライナーはですね、このディオールのわかる黄土色っぽいカーキっぽい色とブラウンとこのイニックのやつでアイライナーを描いているんですけど、今日はでもそんなにがっつり引きたくないので、このディオールの466番を使います。なんか引きたいけどあんまり引きたくないって人にこれほんまにおすすめ。なんかいい意味で薄付きで、なぞればなぞるほど濃くなる。アイライナーはさやっぱ描きやすさがさ大事じゃない、なんかどこのものっていうよりは
自分の中の筆の書きやすさがさ重要ですよね。じゃあビューラーしていきます。ビューラーしました。分かったかな。でホットビューラーを温めていたので一回これで、まださ2回ぐらいしか使ったことないな。これ今日はこの RMK のバーガンディの色を使いたいなと思いながら持ってきたんですけど、マイラッシュ、オペラのマイラッシュを使ってます。マックとこのオペラのやつとベネフィットとマスカラもさ今回でさ4個も持ってきてんねんな。ディオールも最近好きやしっていうのでほらさ RMK のこの色です。これを光に当たったらバーガンディに見えるぐらいこんな感じで一回引きました。ちょっと乾かします。ハイライト、ナーズのこのリキッドハイライト、すごくツヤが出ます。ツヤキラみたいな。まあ今日もちょっと出しすぎやねんけど、まあ、ちょっとチークっぽくなるからさ、チークゾーンここら辺と赤いところよりはみてるぐらいにまずちょんちょんってほら分かります？輝いてる、ツヤツヤってなってるくらい。で最初はなんかリキッドやからちょっと濡れてる感じになるんですけど、乾いてきたらしっとりするので最近はこれで保湿ぐらいがいいかも。あとちょっと鼻の筋に最初塗った時よりも時間が経つとこの辺馴染むので、あの安心してください。こういう感じでナチュラルなツヤ感を出しました。夏はこのツヤ感が可愛くない。チークは一つだけ発色させようかなと思うので、このツリーのチーキーシークブラッシュ21を使います。これがめちゃくちゃ可愛いんですよ。この色ちょっとスモーキーピンクな感じっていうの、めっちゃ発色がいいんで、ほんまにちょん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 って取って一回こう片手になじませるというか、今日ちょっと血色いいよぐらいでのせます。で一回のせたやつをちょっと筆の余分なやつを取って広げていい。今日のメイク全体はこんな感じです。あと最後仕上げにリップを塗ります。の前にちょっと着替えていきたいと思います。はい、はい、着替えました。今日はスライのワンピースを着ました。バス移動なので動あの楽ちんなワンピースにしました。で髪の毛は昨日巻いてたんで今日は下ろそうかなと思ってて、もうナチュラルなこの動きがあるまま直さずにもうオイルだけつけたいと思います。でヘアゴムを持っていっておこうかなと思うので、こういう感じでピシッとまとめたりもできるようにこのままストレートでいきます。よく聞かれるヘアオイルはこの N ドットです。今回はもう持ち運びじゃなくてそのままボトルで持ってきました。これをだいたいもう2ブッシュぐらいして、今のこのもうナチュラルな何もしていない髪にこういう風に塗っていきます。毛先からで中の方から塗るようにしてます。なんか表面だけ先に塗っちゃうと、なんか表面だけツヤってして中がパサってしてるとすごいこう濡れた感があるというか、だからしっかりこう内側からナチュラルなツヤ感に見せるために塗るようにしてます。で余ったやつを外にこう少しつける感じにすると、私がいつもやっているウェットヘアが完成です。やっぱこの長さになるとさ、まあ、適当でもさ、まあ、なんかそういう風になるっていうのが楽ちんですよね。ってな感じでおばあちゃんにもらった優秀ピアスをつけます。お腹が空いてきたし、あの予定時刻より30分も早くできています。イエーイ。あとあの私の顔がご覧の通り、あの朝寝起きの感じからあの復活してきている感じがありますね。そして口内炎が痛いんですが、喋り方が見つけました。痛くない方法ってな感じで最後リップ塗っていきます。見える？今日はこのベアミネラルのリップを塗っていきます。これは潤い型しっとりしていてすごい発色も良くて、でもミネラルコスメっていう荒れやすいタイプなんですけど、唇が荒れなかったので鏡っていうか実際見るともうちょっと深めな色なのでちょっとチェックしてみてください。これだけでもいいんですけど、私が最近ハマっているこのロレアルパリの649
もうこれは本当に大好きです。めっちゃ使って、もう毎回のリップに重ねてるんじゃないかっていうぐらい、まあこれだけでもすごい可愛いんですけど、これだけだとちょっとまあ深みが強すぎるかなっていう感じなのと、ラメ感がすごい出ちゃうんで、何かに重ねるようにしてるんですけど、今日はこの色に重ねていきます。なんかこれを重ねるだけでおしゃれなリップになるっていうか、わかります？なんか深みがプラスされるのもそうやけど、こういうキラッとした光が素敵、グリッターな感じが素敵。なんか唇をキラキラに塗るのはちょっと難しいじゃないですか。やっぱり普通のプライベートで歩いてる時に唇ギランギランやったらやっぱねちょっと難しいじゃないですか。やるにはなんかショーとかあの撮影とかやったらいいと思うんやけど、普通な、まあ、普通な日って考えるとちょっとまあギラギラだけは難しいと思うんですけど、こういう、ほんのりゴールドのラメが入っているっていうのは本当に私の最近のトレンドなので、ぜひ皆さん、これはロレアルなので、まあ、そんなにお手高くないお手頃だと思います。お持ちのリップに重ねてみてください。はい、こんな感じでメイクが完成して、洋服も着替えて髪の毛もできました。髪の毛は、ナチュラルヘア、あのナチュラルウェーブを生かしまして、オイルをつけただけという時短です。あの時間がない方は N ドットのオイルがあればすぐこういうウェットヘアができて、それなりの感じになるのでおすすめです。ぜひチェックしてください。で、このワンピースは若干パフになっております。パフパフで、これは、スライのワンピースなんですけど、1年前ぐらいのやつなのでもうないと思いますが、こういう時にこういうメイクをしたらいいんじゃないかっていう参考にしていただければ。はい、今日はいつもよりオレンジっぽいというよりはブラウンっぽくして、リップをしっかり濃くしてみました。ちなみにネイルも赤です。はい、今日はこの後朝ごはんを食べて、美術館、有名なロシアで有名な美術館に行きます。その美術館はですね、めちゃくちゃ建物が可愛くて、ロシアの建物はブルーとか白とかが多い気がします。めちゃ広くて、全部中を見ようと思ったら5年ぐらいかかるそうです。あの連れてってくださってる方が言ってました、ナターシャさんが。はい、5年もかかるってめっちゃでかくない？ね、そんなところに後で行っていきたいと思います。はい、ということで私も朝ごはんを食べてサンクトペテルブルクを回りたいと思います。はい、皆さんも一日お仕事や学校頑張ってください。今日も一日頑張りましょう。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。